デイリーコストはまあまああるね。まあとりあえず、まあ4500あったから、次の日何かあっても大丈夫だろうね。じゃあ続いていこうか。ん？新たな任務？何？夜中？超警備隊事務所に戻り、新たな任務を受ける。なんだ？新たな任務と。何ですか？司令官、裏切り者のガウリロフを突き止めました。彼は今、ブラトの上、すぐにそこに行き、彼の後を追え。反乱軍のアジトを止め。はあ、ブラトへの通路。しかも体力もないし。ごきげんようって。ん？車も違う車で行くのか。エンジンはこっちか。で、ブラートの店に行き。なんか若干早く感じるな。ブラートの店は真ん中の通路だったはずだから。マップで見て、今自分どこにいるんだ？ああ、そこか。この道を入っていって、真ん中の十字路のところを左に行けばいいのか。左かな。まだ全然地図を覚えられていないのが残念なとこ。で、製材所があって、よし、ここまっすぐだね。ガウリホフについていく。とりあえず車に乗ったらその後ろついていくという感じか。あれね、ライトがついた。目標が遠すぎる。リセットしてやからな。ああ、見失った。失敗。逃げた。最後のチェックポイントからやり直す。いやー、なんかスタックしたな、車が。よし。よかった。まあ、ライトはつけてても、つけなくても一緒だろう。リセットして正解だね。まあ、ゲームオーバーになっただけだけどね。廃墟の方に行くのかな。お、近すぎるか。GTA にも結構こういう後ろを追ってくやつあったな。お、そこ曲がってった。ほぼ一本道だから、
あ、程よい距離で。結構この後のね、追跡が大変らしいからね。結構行っちゃったか。ああ、大体よかった。で、そこも。結構感度がいいっていうか、お、怖。なんか降りたな。お、降りたね。じゃあ自分も。木の陰に隠れながら行けばいいかな。自分どこにいるの？ああ、そこね。目標が遠すぎるって言われて。木の陰に隠れながらついていくって感じか。後ろを向いて。やっぱ木の後ろに隠れるのがいいんだね。大丈夫か。おお。まあ、あのライト。なるほど。ここのたるんところに。木の陰に浮か。ああ、なるほどね。目線。まあ自分の目線から外しておけばいいのか。相手は慎重か。まあ慎重か。よし、この木の陰に隠れていたら大丈夫。いやー、何周するんだって感じだ。よし、大丈夫っぽいね。ちょっとかな？どっかでくるくるしそうだね、もうそろそろ。もうそろそろ終着地点かな？置いていったね。よし。お、会えばいいんだね。うち。同士、やれ、入っていい。武器は持っていない。おう、局長だけ、ガウリフ、軍曹か。まだここに来て間もないから、真実の全てを知らない。答えは分かっている。おう。この暴君、アカロフは、自由と民主主義のために、暴力と人々を排除している。おう。野党指導者のミハイル・ガンは、彼らの毒殺をかろうじて生き残った。彼が設立したブラッドフィールドグループは、この犯罪組織を止めるためなら、共産主義の命令に従い、我々に加わり、この貧しい国を救うか。ほう。まだここに、で、逮捕するか、解除する。まあ、ここが、ね、選択肢だって。これ政府につくか、反逆をするかっていう感じですけど、今回はね、反逆していこうかなと思っていますね。これでどうなる？君なら正しいことをすると思っていた。
自由なアカラスタン万歳。自由か。裏切る者を待つのを知った君は、彼の逃亡を手助けすることに、荒れ地を走ることを1時間。廃校にたどり着き、その廃校は赤レンスタの国境を遥かに越えて続いていた。警視総監はこの敗北に激怒し、君はパトカーの故障だと説明する。なるほどね。お、これでもお金もらえるんだ。はあ。あ、普通のに戻った。こんにちはと。ああ、じゃあもうあとはね、寝るだけかな。まだ夜中だし。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。